このルールどうでしょうかね。バットの方ではどれだけ早く殴り倒すかってことしか考えてないんじゃないですか。はい、やっぱりトリスもグレードアップしてますけれども、やっぱり実績と実力ですね、経験、バットとトリスではやっぱり運転の差がありますよね。そうでしたね。だから今日はトリス選手の方が、プロ転向、まあ、2年経過と言っていいでしょうか。そうですね、2年目で どこまで頑張れるかということじゃないですか。はい、そして先ほど斉藤さんコメントありましたようにですね、後日ですね、外国人格闘技者との対決を、バット吉永 3AA 世界格闘技選手権を行われということで、こちらも楽しみご了承くださいですね。はい、楽しみにしたいですね。はい、さあまず第1ラウンドゴングが鳴りまして、両選手グローブつけてますけども、内上さん、プロレスラーがこういってグローブをつけて格闘技戦という、こういうルールは内上さん好きでしょうか。うん、拙者はやはり師と仰ぐアントニオ猪木氏を、お、出ました、猪木の名前が、異種格闘技戦を日本に定着づけたという点ですね。はい、まあ、それだけじゃつまんないんですけども、はい、まあ、そういう悪いことではないとは思うんですけども、はい、このトリス選手のですね、拙者は何とも言えない何かを訴えてるような目が好きなんですけどね。トリスですか。そうですか。可愛いじゃないですか。さんも見るとこがなかなかやっぱり一風変わってると言いますか。本当にトリスは殴られるのをなんて苦としないというか、こう怖がらない選手になりましたよね。殴られ慣れてるっつったらちょっと語弊がありますけれども、はい、もう格闘技戦で、まあ、技術で言えばね、ぶん回すだけですけれども、はい、全然なんていうんですか、顔を打たれるのを怖がってないですよね。そうですね、まあ、キーポイントはそのバットの蹴り、そしてパンチ、こうどうガードし防御しているかというところがですね、ポイントだと思うんですけども、そうですね、両選手、もう、はい、トリス選手の場合技術じゃないんですって、とにかくもう大振りにすれば当たるかもしれないから、当たるのを振れと、はい、力の続く限り振れと、これが休まずに、ね、これが、コーチの方からの指示だそうですから。なるほど、トリスのね、やっぱセールスポイントでもありますけども、前へ前へ出るということで、蹴りをね、出さないとあれですよね、はい、バットの方も前蹴り前蹴りローという感じで、でローで傾いたら今度下からパンチを入れるとかですね、はい、今のところ技術の攻防よりは手数の打ち合いになってますよね。トリス選手は道着に佐賀って書いてある佐賀県出身、佐賀県のなんか空手の結構ちゃんと段を持った選手ですから、佐賀の女ですね。そうですね、いいんですか佐賀の女。はい、好きですか。佐賀の女好きです。あ、好きですか。いや、そうですか。九州の女はやっぱり根性ありますよ。あ、いいんですか。男性だけじゃなくて女性 もすごいです。九州の、九州の女すごいですか。女は、耐える心を知ってます。いいですね。はい、さあ殴り合いですけどもね、結構いってますね。トリスもね、バットに負けずに、バット選手の素晴らしいところってね、はい、絶対に相手から目離さないんですよね。こう下からね、睨みつけるような目で、相手と目と目を合わせたままでずっと戦うんですよね。それなかなかできないことですね。目を離さないんですよ、バットって。まあ、非常に難しいことですよね。ちょっと猫背気味ですから、はい、もうちょっとこう背筋をシャキッとすれば、今よりも数センチは背がでかく見えると思いますよ。なんかちょっと猫背気味でしょ、この人。姿勢が悪いっつうんですね。殴り合いになって、バット選手よりトリス選手の方が身長はあるんですね。そうですね、あるのかもしれないし。ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。ハヤトさんどうでしょう。今のはイーブンでしょ。イーブンですね。わからないけれども、はい、レフリーは今日はジャン・マメルタさんですか。佐賀のですね、白い道着、逆にですね、バット吉野が黒ということでね、好対照なんですけどもね。なんか松永選手と言いますね、ああいう感じで。あ、そうですね。なんか、うん、バット吉野がって、ウイングの松永選手のようですね、はい、金髪も同じですし、金髪で黒の道着、はい、蹴り出すし。じゃあ今度はバルコニーから登場してもらいたいですね。これはプレスアンダー知ってますけどもね、内上さん。でも本当松永選手の同じイメージカラーじゃない、金髪でヒゲがあってないけど、これ、黒い道着っていいですね。いいですね。さあインターバルを終えて、これから第2ラウンド、ゴングが鳴ります。さあ、おっ、バットが右、思いっきりアッパー、割と
こんなもんだったらっていうんで勝負かけちゃうつもりでしょうかね、バット吉永の方は。1ラウンドやっぱりちょっと様子見たかなという感じですね、斉藤さん。全然見てましたよね。はい、まあ、あのトリスのですね、成長の過程を見るというチャンピオンの、まあ、余裕というかですね、それもあるでしょうけども、トリスもウェイトコントロールに成功してプロレスラーとなって、プロレスラーとなっての格闘技戦、これはもう斉藤さん、気持ちの上では全然前回の格闘技戦と違いますよね、はい、また、この選手地方なんかでも、前座の格闘技っていうのもやってますから、うん、なるほど、格闘技戦用のレスラーだったんですよね、もともと。体型もですね、巨体だということで、そういうことだったんでしょう。これでも随分体重減ってるんですよね、減りましたね、入門した頃に比べればね。みんな選手も驚いてましたけどもね、いい意味であのウェイトコントロール成功してほしいなと思いますけども、ローキックを見舞うバット、そして右左コンビネーションでトリスの動きを止めようとするバットです。フットワークもバット吉永好調です。対してトリスの顔面、ちょっと鼻血、内上さん、はい、そうですね、話出てますね、はい、とにかく分回すしかないんですよね、トリス選手の場合、はい、ガタイがいいですから、当たれば大きいというんで、はい、でももう技術では全く違う、なんかね、もう本当にもう一心不乱にいってますね、はい、やっぱりバットの敵じゃないですね、うん、まあ、試合終了までは何とも言えませんけども、いや、いやもうすでにね、あのバットはあのこれやろうあれやろうって全部分かって打ってるけど、はい、トリス選手はもうすでに足前に出てって腕を振り回すだけが精一杯という世界になってますから、そうですね、自分の完璧にペースに持ち込んでいるバット吉永、第2ラウンド右左のローキックから左右のコンビネーションパンチ、そしてフットワークを加味した、これはちょっとトリスもですね、なかなか懐に入っていけないと思いますけども、顔面鼻血で血だらけになっているトリス、まあ、トリスここからがどれだけ頑張るかということがですね、トリスの持ち味、キャッチフレーズでもありますけども、斉藤さん、バットもあれですね、決めてないですね、本当だったらもっとローキック、ローキックってここは畳み込んだ方がいいですか、いや、ポイントを絞って攻撃するっていうんですか、はい、さあトリスが右左もう、ね、それ案外僕らが見てる以上にトリスが強かったりして前に出てくるから、おっと今は右両選手が顔面にパンチが入って振るという感じですね、殴るというよりもトリスアケミパンチを振るという、ここで第2ラウンド終了のゴングです。藤上さん、話はしょうがないですね、はい、はい、2ラウンドはこれはもう誰が見てもまあこのラウンドはバット選手なんだと思うんですけども、はい、まあトリス選手もあのトリス選手もですね、はい、諦めないで最後までね、いいパンチが、一発当たれば逆転も、ねあると思うんで、終了ゴングが鳴るまで試合を諦めないで頑張ってほしいですね、回してるだけですからね、斉藤さんはもうこれはバット吉永のいや最後までやっぱり2人のですね、予想が完璧に血吹いて分かれていますけどもね、もちろん頑張ろう。でバット選手はまあ余裕なのか分かりませんけどね、はい、まあ、ウサギとカメにならないようにね、そうですね、それはありますね、まあしかしですね、バット吉永この 3WS 世界格闘技選手権に向けてやっぱりコンディション整えてきたと思うんですよ、はい、そしてまあ対戦相手がですね、結局後日ということで試合はですね延期ということなんで、この悔しさっていうのは斉藤さん、トリスにやはり違った意味で向けられたと思うんですよね。第3ラウンドゴングが鳴りました。おっとこれバットが道着脱ぎましたね、上着、そうですね、はい、前へ出るトリス、そして第2ラウンドと変わらずにフットワークで攻めるバットです。トリス選手も時々いいパンチ入るんですよね、はい、ラッキーパンチですね。 おっとここでニールキック、あれここでトリスが猛然と殴りかかりました。ここで場内一瞬エキサイトしました。右左と前へ出る、しかしこれがやはり的確さではやはりバットに軍配が上がりますけども、トリスも 100% 完全燃焼でバットを倒したいとこです。
バット3ラウンドになって黒の道着を脱ぎ捨てた。この3ラウンドにかけている意気込みが伝わってきますけども、右右と殴り合いで、ちょっとトリスのフットワークが鈍ってきたかなという感じもします。ここでローが一発入れて、バットも決めてないですね、本当にないですね、意外と。あ、2発目にいるキック、これもかすって、逆にこの隙をついてトリスが背後からもう何か右左お構いなく入れた。これでバットの逃走炎に火をつけたのか、バットの表情が。そうですね、ムッとしてましたね、佐藤さん、今一瞬変わりましたね、ムッとしたんじゃないかな。やってやって、もっとやっぱり、ああほら、あ、ここでちょっとトリスの足がですね、すでにもうトリスの方はギリギリのところで手だけ出すだけでしょ、はい、そうですね、本当よく相手見てればもうパンキック一発、パンチ一発とかもう確実に入るんですよね。バットも、それともバットはバットで結構爪が甘いのかなという気もしますね。そのバットですけども、右のローやりたいんだったら右のロー50発ぐらいやればいいんですよね、徹底的に、はい、藤上さん、はい、もう一つですね、バット攻めてく入ってるという感じなんですけども。そうですね、割とそう、感じですよね。瀬さんね、2年前に、なんかテレビでね、はい、ブル選手にしごかれてる、バット選手の姿を見たことがあるんですけどね。そうですか、泣きながら丸太をキックされてたかなんかしたんですけどね、はい、その時の根性を思い出してですね、はい、思いっきりやってほしいですね。強いんですから、なるほど、そのパンチをどうしても簡単に受けてしまうようなバットですけども、トリスも前へ入ってきて、ここで3ラウンド終了のゴング。3ラウンドどうにか KO 勝ちを狙ったバット吉永ですが、なんていうか格闘技戦慣れしてますから、はい、トリスは4ラウンドなら4ラウンド、5ラウンドどね、あるならば5ラウンド戦い切っちゃうね、配分と言いますか、ができてんじゃないですか、体で覚えてるんじゃないですか、スタミナついてますよね、藤上さん、はい、バットはその道着を脱ぎ捨てて3ラウンド KO 勝ち狙ったと思うんですけども、しのがれてしまったということ で、 そうですね、逆にさっきの回し蹴りは結構狙ったみたいなんですけどね、はい、ちょっと外れました、ね、いい感じでね、ニールキックって感じでしたね、はい、2発ちょっと当たりが浅かったですよね、あれが決まってればね、はい、隙が見えたから飛んだわけでしょあれ、はい、まあ、トリス選手もよく見てたかなという状態じゃないですか、はい、格闘技戦さあこのラウンドを気がしますね、はい、第4ラウンドです。トリス選手は役者だったから、役者かもしれません、役者無尽蔵のスタミナ、三味線ですか、三味線をそれでしたら恐ろしいですけどもね、攻撃ですごいラストスパートのような、さあファイナルラウンドですけども、猛然とトリスも右左も無鉄砲にねパンチを振ってますけども、バットもフットワークを使ってるんですけども、今は一つ前へ出ていけない、逃げ切らないですね、はい、ここら辺がですね4ラウンドまで試合が進んだ原因の一つだと思いますけども、もうトリスはパンチしかないですからね、斉藤さん、そうなんでしょうね、バットもそのローキックなりですね、キックをもう少し有効だとして放たなくちゃいけないのと思いますけどもね、左のアッパーから右のローキック入りましたけども、今一つキレが鈍い、そうですね、前蹴りローキックってもうちょっと見せてほしいですね、はい、蹴りにですね思いっきりがないんですけども、内上さん、はい、バットちょっと蹴り今日は冴えてませんね、今日はね多分カウンターを狙ってると思うんですけどね、はい、それがちょっとかすってる雰囲気ですね、やはりトリスにはないキック、これをバット生かしたいところなんですけども、しぶとくトリスももう本当にですね粘って前へということなんですけども、バットも見た目以上にダメージがあるんでしょうか、ちょっとここで距離が空いてしまいました。ここのところトリスが猛然と突っかけました。ここでバットが割とよくね、今なんかよく見てる、このニールキックをガードしてすかさず攻撃に転じました。トリス明美掴んじゃいけないんですか、掴
掴んで下から膝をグッとグランドとかですか。いやグランドじゃなくて、要するに膝くれるんですよ。あ、お腹 に膝を入れるとかそういうことできないんですか。していいと思いますよ。2位ですね。おここでちょっと道着の紐がですねほどけてしまいましたんで、いや続行でしょ、続行でしょうか、はい、キック攻撃またしてもうまくガードして、どうしたんでしょう。バット前へ出てきません。バット何やってんの。これは意外な展開というかですね、3ラウンド入る前まではバット吉永より試合を進めていましたけども、内上さん、はい、バット吉永どうしたんでしょうか。そうですね、どういつもの制裁がないかもしれないですね、はい、だから攻めあぐねてるという感じなのか、それともやっぱりトリス選手のなんか粘りに気迫なんでしょうか。意外にやるわ、意外に、はい、粘ってましたね、はい、ここで第4ラウンド終了のゴングが鳴りました。判定ですか、ね、そうですね、そうなりますね、はい、